ルイーゼ・パウリーネ・マリア・ビロン・ホン・ザーガン・ウント、クールラントは、バルトドイツ人の貴族女性。ホーエンツ・オレルン・ヘヒンエン・公、ー、フリードリヒの日、ザーガン・オンナ・コー。パウリーネは、最後のクールラントコー、ベーター・ホン・ビロンと、その3番目の妻ドロテア・ホン・メデムとの間に次女として、生まれた。父は1795年にクールラントを、ロシア帝国政府に売却し、買い取った。 シュレージンのザーガン公爵寮に家族を連れて移住した。1800年2月26日、パウリーネは、プラハで、ホーエンツオレルンヘヒゲンホーフリードリヒと結婚したが、夫と一緒に生活することは、ほとんどなかった。パウリーネは結婚して間もなく、父が亡くなると、姉のビルヘルミーネが、ザーガン公爵寮及び、ボヘミアのナーホと小園を相続した。 一番下の妹ドロテアは1809年、フランスの政治家、タレーランのオイエドモンド・タレーラン・ペリゴール伯爵と結婚した。パウリーネと夫フリードリヒは結婚後およそ1年間はベルリンのクールラント宮殿で暮らした。しかし夫妻は1805年に離婚することになる。パウリーネが姉ビルヘルミーネの夫ジュール・アルマン・ルイド、ロアン公使と不倫関係に陥り、彼との間に 婚外子を生んだのである。夫と離婚した結果、パウリーネは1801年に夫との間に儲けた息子コンスタンティンと引き離された。姉妹たちと同じく、パウリーネはウィーン会議の開催中に大きな修分を引き起こした。色恋の相手は、イギリス国王ジョージ2世の初出の孫ルートビヒフォン、バルモーデン・ギンボルン伯爵であった。パウリーネのバルモーデン伯爵に対する、 激しい執着ぶりは、同時大臣たちからは、狂気の沙汰と非難された。1839年に姉、ビルヘルミーネが死ぬとパウリーネは、ザーガン女皇の座を引き継ぎ、同時に、ホルシュタイン、ネトカウ、ローテンブルクの荘園をも手に入れた。彼女はこれらの領地を、自分の息子コンスタンティンに相続させることを決めた。ザーガン皇爵領に関しては売買協定を結び、 末の妹ドロテアに譲ることにした。晩年、パウリーネは、ウィーンですぐ下の妹ヨハンナと一緒に暮らし、1845年に、亡くなった。夫フリードリヒトの間に息子を一人設けた。姉ビルヘルミーネの最初の夫ジュール・アルマンルイド、ロアン公使との間に、初出の娘を一人設けた。ありがとうございます。